ネオス。お、ミレニアムキッチン。スターファクトリー。きたー、どうも、おはようございます。こんにちは。今回からはこちら、クレヨンしんちゃん、オラと博士の夏休み、オラなり7日間の旅というゲームをやっていきたいと思います。これね、発売日に届いて、発売日に撮って、発売日に動画を上げようと思ったんですけど、ちょっと、発送になんか遅延が発生したらしくて、発売日の翌日に届いたんですよ。残念ながら、プライム会員で急ぎ目にしたのに。なんで、ちょっと、少し遅れてのスタートとなりますが、楽しんでいきましょうか。もうオープニング画面がいい、もう。もうここが好き。やっていきます？やっちゃう？クレヨンしんちゃん好きなんだよね、俺。やっていこう。始めから。あ、しんちゃんが出てる。かわいい。ここは無限に広がる大宇宙。大宇宙、日本あるね。の埼玉県春日部。春日部駅かな、これは。春日部駅ってこんな感じなのかな、実際に。ででん。最高のおバカンスを迎えるために、はい、新幹線に乗って九州に出発。新幹線に行くんだ。シドもいるんだ。シドリードつないかなくていいの。話がいいの、シド。しかし、父ちゃんがいない里帰りをしたら、じいちゃんとばあちゃんは悲しみますな。ミサイの実家が誤解される言い方するんじゃない。パパの九州出張に合わせて熊本に行くの。大変だね、九州出張。それに今回は里帰りじゃなくて、ママの幼馴染のところにお邪魔するんだから、ね、二人ともいい子にしててよね。しんのすけたちは、夏休みの一週間、はい、九州に住むミサエの古い友人ヨヨコの家にお世話になることにしたのです。2週間って短いよね。僕の夏言ってたけど、僕の夏31日だもんね。お、熊本駅。熊本、好きだね、熊本。これ時代はいつなんだろう。僕の夏休みは昭和時代だったけど、現代なのかな。あ、ヒロシ。おお、こっちこっち、疲れただろう。ヒロシ夏服だね、クールビズしてんね。途中からみんな寝てたから、あっという間だったわ。シドの話が気になるな、俺は。なんだなんだ、うん、何、あっという間の長さを実感してるのね。そういうこと。見せ合いの顔面白いな。一行が着いたのは熊本駅。でも目的地はここからさらに2時間かかります。そんな遠いんだ。ヨヨコの家はミサイの実家がある阿蘇の隣の隣の阿蘇の阿蘇、阿蘇、阿蘇ってんだ。阿蘇か。あ、クマモン、クマモンがいるときは最近なのかな。ちょっとそこ行く怪しい家族連れ。謎のとこあった方が怪しいけどね。へえ。うん、なかなかだな。やりますね。やりますな。の美人の若奥様。反応するよ、すぐすぐ反応するよ、これ。何、私のことかしら。ほら、ミサエ29歳なんだっけ。ミサエって引いてんじゃん、謎のとこ。皆さんで我が社が誇る画期的大発明のモニターをやりませんか。モニター、日本回すのし、金銀銅像。あ、カメラ。ねえ、モナカ食べたいつ。モナカ、モニター、モニターの商品を試しに使ってみませんかってことよ。そうだね。たやや、今でかわいい。これはタダでいただけるんですか。カメラだね。あんまなんか機能がないさそうな。カメラだね。しんちゃんでも扱えそうな。さすがにそれはないだろうし、なんだか怪しいような。いえいえ、もちろんタダ。怪しいよ、この男と。1週間使っていただき感想をもらえれば良いのです。うん、怪しいわね。でもただなら。ただより怖いものはないからね。これは我が輩がライフワークとする研究テーマに沿った発明品で、うん、古代からの伝承を想像力によって飛躍的に跳躍させた、おうおう、現代科学の粋でありロマンです。ロマン、ロマンか。歩き方スイーツ。では、サンダルか。記念撮影を。記念撮影。おう、じゃあお言葉に甘えて。というか、
シロも釣る？シロ、話し合い大丈夫なのかな？もう気になるなぁ、反省なのが。はい、チーズ。チーズ。よいしょ。おぉ、なんだ？何？謎の男がシャッターを押すと、奇怪な音とともに地面からカゲロウが立ち上がった。寝てるし。あれ、シーワルダシ持ってる。どこにいたんだっけ。怪人シーワルダシ持ってるね、しんちゃん。しんちゃん何言ってんの。寝ぼけているんじゃないのか。何で死んだったら寝てんの、ベンチで。え、どういうこと。いかがでしたか。これは撮った写真がイラストになり、日記などに貼れるようシールとなってプリントされる画期的かつ不思議なカメラ。チェキみたいなもんなのかな。素晴らしい発明でしょう。まあ、じゃあ合いそうだけど、すでに。あ、うん、でもチェキじゃない。確かに絵が出てきたけど、手品みたいに種も仕掛けもあるんじゃないの。センちゃんかわいい、シロもかわいい、ヒマもかわいい。もう少し使ってみないと、まだなんだかわからない感じだし。うん。あ、機関車だ。うわー、絵が綺麗。これでアッソーに行くんだのかな。くそ、また我が輩の発明の素晴らしさが分からん連中に声をかけてしまった。あ、謎のとこ。まあいい、すぐに奴らはこの圧倒的な力の前にひれ伏すことになるのだ。悪役なのかな、この人。キッ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 キ。さあ、アッソーの知恵。お、これちょっと聞いてみようか。僕夏だ、嬉しい。こういうオープニングがあるのやっぱ僕夏休みの同じ方が手掛けてるだけはあるね。いやー、いいなー、ノスタジックだ。圧走駅、圧走に着いた野原家の面々。いや、泣きそう、早くも。ところが駅前がちょっとした騒ぎになっていたのです。騒ぎって2人しかいないけどね。大谷さん、駅員さんかな。自宅中に車が来ることはありません。どうしたんですか。どうしたの。どうやらここの遺跡から骨が見つかったらしいんですよ。骨。ふふー、ねーねー。かわいいな。遺跡から骨が出るのはよくあることなんじゃない。うん、何の骨だろうね。いえいえ、それがなんと恐竜の骨みたいなんです。恐竜の骨の発掘つったら徳堂さんだな、やっぱ。前やってたクレヨンしんちゃんのゲームの実況でも言ったんだけど、徳堂さんと松坂先生の話はマジで原作読んでほしい。みんな感動するから。徳堂さん思い出すな、化石発掘。恐竜、恐竜。おお。いかにも恐竜だね。ここに古墳時代の遺跡があるんです。古墳時代って恐竜いた？いないよね、多分。その人が住んでた古墳時代の遺跡から恐竜の骨が出たんですよ。駅前に町おこしない人だね、恐竜の骨に使ったことは。お、あー、来た来た。おー、
ヨヨコ姉さん、やっと着いた。かわいいね。ヨヨコお久しぶり。ミサイとタメ口ってことは同じ近いのかな。こんにちは、お世話になります。おはようございます。ヒロシさんもお久しぶり。あ、ヒロシだったか。しんちゃんとひまちゃんは初めましてだね。シドムだよ。へへい、ほら、しんのすけ。しんのすけ、ミサイとヒロシが古くからどっかりお世話になっています。どっかりお世話になっています。こちらはヨヨコお姉さん。ヨヨコお姉さん、私の子供の頃からの友達なの。へー、じゃあ何なのかな。いわば竹馬の友。竹馬の友、ちょっと意味わかるかな。竹馬そうなるよね、やっぱ竹馬。小さい頃から一緒に遊んでいたことを言うのよ。これ原作にはないのかな、ね、ご覧のように食堂やっています。竹馬はないけどね。食堂やってんだ。あ、娘さん、ララコちゃん大きくなったわね。もう中学生なんだっけ。あ、中学生で、ミサイが29歳だから、ヨヨコさんも29って考えると妹なのかな。多分ララコちゃん妹っぽいの。なんかで真ん中の人はお父さん。ミサイお姉さん、お久しぶり。久しぶり。大きくなったでしょう。寝る子は育つって言うからね。中学生のお姉ちゃんか。でも僕のシリーズだとお姉ちゃんいるよね。寝る子はおさる。おさる、それはモッキー。モッキー、今から雨かな。それは天気。それは天気。あ、当たった、よかった。というわけで、これがしんのすけくんとひまわりちゃん。お願いします。よろしくね、モンキー。モンキー、モンキーアスされてる。ウキーウッキーウッキー。あ、かわいい、ひまわりちゃん。ひまわり、悪いわね、わざわざ来てもらって。いいのよ、竹馬の友を助けに来たんだから。なんかヘルプようなの。ありがとう、頼りにしてるよ、竹馬の友。竹馬の友ってことは押すな。なんか今後関係あるのかな。覚えてた方がいいかな、竹馬の友ってことは。今週は急に手伝いが来れなくなったんでしょ。あ、なるほどね。お手伝いさん、アルバイトの子かなが来れなかったかな。手紙の写真に写ってたイケメンイケメンが来なかったと。あの写真は1号さん。1号、うちで働いてるのは3号くん。2号は、2号ちゃんはどこに行ったので、忘れてた、こっちで影が薄いのがうちのお父さん。すごいっす、中腰で、中腰で。よろしくお願いします。お願いします。ようこそ。こんな娘たちだから気を使わず。これおじちゃんだよね、いわゆる。おじちゃんが迎えに来るのかな、ご飯の時とかになると。やっぱり自分の家と同じように過ごしていってください。はい、ありがとうございます。キャップは小さな新聞社やってるの。裏に建物があるよ。新聞社の、もう編集長かな。おじさん、ケチャップキャップ、ケチャップじゃなくてキャップ。ミサイプレスの顔好き。新聞の記事をまとめる仕事なの。デスクとか社長とかいろいろ言ってたんだけど、うん、なぜかキャップで定着した。かっこいいじゃん、キャップ。そういえばここはなんで日の山食堂なんですか。日の山食堂っていうのか。それは簡単、うちの名字が日の山だから。ちなみにキャップは日の山守る。それは知らなかったんだ、日の山さんのところだった。でもそれはもう全面的に忘れていいから、はい、ずっとキャップだし。キャップ、じゃキャップと呼ばせていただきます。ひどい言い方だな。うちの娘たち本当に口が悪いでしょ。お母さんもいないのかな。いや、そんなことは。はいって言ってるし、ね、キャップの生きがいは仕事の後にここで一杯飲むことなの。へえ、いいね。それを邪魔されない限り、あとは私たちのやりたい放題。やりたい放題。おいおい、そんなことはないぞ。というわけで、野原家の皆さん、どうぞよろしく。よろしくお願いします。シロもよろしくね。あ、シロ、あ、かわいい。シロ、シロかわいいな。お、ようこそ、ね、ネアマ食堂の終了チャプター1的な感じなのかな。お、お、絵日記のご案内。絵日記、さて、ここからは自由行動です。まずは左上にある本のマーク注目。絵日記、この時また次のカメラを覚えていますか。またね、チェキみたいなやつ。カメラに収めてもいいよ、なんて日記にすることができるのです。まだ楽しみましょう。見たいね。うふーい。はい、開く。あ、クマモンと VV ザイモン日記書く。書いたら似ちゃわない。大丈夫。私は有効カメラ。あ、言っちゃった。お、直球変化球。みんなで九州にやってきた。熊本駅で記念撮影。
みんなで九州にやってきた。怪しい参加もらった行こうかまで記念撮影。へえ、選べるんだ。まあ、直球にしようかな。お、骨。石川球の骨が正しい。石川球の骨が正しい。誰が食べたの？不思議だな。誰が食べたの？あ、あるもんね。恐竜発掘するチョコレートみたいなお菓子あるもんね。あ、ヨーコおばちゃん、ナオコちゃん、キャプさんよろしくね。ヨーコおばちゃん、ナオコちゃん、もう一人誰だっけ？これかわいそうだから、キャプさんにしてやるか。マジか。お、動ける。よし、食べてるか。これは？あ、メニュー画面。生き物図鑑とか、うわぁ。いいな、これ。あ、なるほど、魚。魚と虫。結構種類あるね。夏の思い出。ヒント。ヒント？あ、なんか、チュートリアルみたいな感じか。これはいいかな。で、もちろん、10円。お金もたまんのかな？おやつ。カレースナック持ってる。カレースナックだけか。目標。8。あー、なるほどね。コンプ、トロフィーみたいなもんか。オッケーオッケー。よし、じゃあ、行動するか。春は遠く来たはずなのに、意外に新聞の発見で効果版。毎日同じ服着るのかな？ベランダ出たいな。出ないか。お、捜査方法のご案内。いよいよ巣を探検と、その前に捜査方法を確認しましょう。LC コを使えば全国再に移動できます。十字ボタンと B ボタンを使って移動することができますよ。詳しい捜査方法を見たいときは、アドラスボタンを押してみましょう。方法。そして移動中は画面右に出てくる赤いゲージに注目です。赤いゲージの数はしんちゃんの数に合わせていて、移動を続けてゲージがなくなるとしんちゃんは使えて動けなくなってしまいます。そんなのあるんだ。それがタイムリミットってことなのかな。スタミナ回復したときはおやつ食べてね。あ、さっきのあのなんだっけ、あのせんべいみたいなやつ、へへーい、よくかかな。Bボタン若干速くなって、お、選択をしてある。こっちにもドアあるな。どうやらドアが開かないようです。開かないようです。一体どこに繋がっているのかな。うわ、秘密の部屋か。行けるようになるのかな、そのうち。あ、こっちにもやんな。ここはヨヨコとララコの姉妹の部屋。でも、しんのすけは背が足りずドアノブに手が届きません。どうやって家帰ってんで、一人でしんちゃんバス置いて。まあいいや、ヨヨしてみるか。あ、待って、ムイムイしてる。血液成人やってる。これ面白い。こんなのはできんだ。移動スピード速いね。でもその分スタミナ使うとかあるのかな。それは怖いけど。おー、お、子供向け百科事典とかにそんなその手を書いている。いよいよ行ってみたいな。これ、おキャップ、ミサイル、今あれしちゃった。キャップ、これ移動マップ切り替えで作っちゃうんだよね、時間を。今日はいつも部屋限りに帰ってきたけど、このままにしちゃおう。おじさんとの晩ご飯に行けないので、寿司の人もいるんだ。あ、2階はスケーはいいのか。ミサエさん、ミサエさんの話聞かれない。ミサエ、ヨークは10回読んで買った地上波対40インチテレビ。じゃあ、今の時代なのかな、40インチテレビってことは。まだ晩ご飯まで時間があるから、外で遊んできてもいいわよ。やった行こうぜ。今に、あ、はい、今に話しかけないな。ヨーコお姉ちゃんに話しかけたいな。ジャンプ、晩ご飯クイズ、それあるのかな。あれ、隣の子供たち今日は来ないのかな。隣の家に子供がいるんだ。開ける、ここはトイレかな。え何それ、ドドンっていいのが出たんだろうね。よし、いよいよ探索したいけど、こっち正面かな、こっちか、上かも。お、飯取りのご案内。家の人にいるときは L ボタンで見せ合い持ち、 R ボタンで見張ります。足の中に見せ合いは網につかまえると、すぐにカメラを設定して2キロ通過できるようになります。キラギが100っていう虫は、まだ捕まえたことを長くし、どんどん捕まえましょう。虫が捕まえて、目標を達成すると、新しい日記をもらえることも、
サブ画面の中にある目標でチェックしてみてくださいね。はい、結構いるな虫。よし、ほいほい、こうか。むずい、遠近法が受けないで。あ、止めた。なんだ、メッション。まあ、いや、余裕でな。あ、ドラゴンとヒロシがいる。今日は縄跳び使ったでしょ。縄跳びも使えるぞ。縄跳びね、縄跳びじゃなくて縄跳び。あ、ちょっと長いからあんまり使わないか。違うと思うぞ。しんちゃん、違うダーコちゃんがつけてくれたの。ダーコちゃんだよね。今日の縄跳び使ったの。ほら、縄跳びしないぞ。縄跳びじゃなくて縄跳び。長い跳びのこと。縄跳び長いぞ。そうだね。ここ、あ、虫いる。ちょっと待って、めっちゃやってるな。はい、うん、これ、絵日記で見えるのかな。日記書く。アゲハチョウ、トカイカネオの得意の入会長、スズムシ、馬のまんまスズメの美しい楽園の美しだ。なるほど、ここは入れないのか。行くか。あ、工房は青空。工房があるのか。この中にあるのね。工房は青空なんですが、だいたい珍事を感じるものはない。珍事他に持ってないしな今。よし、アゲハチョウ。あ、え、もう夕方、どうやらシロが迎えに来てくれたようです。てか、シロが迎えに来んの。おじさんになって、かわいいシロ。シロよく一匹で超えたな。今まで手なずきパンなのに、ラーメンだ。結構スタミナときそうなラーメンだね。すごい、しんちゃん食べるのかそんなに。このチェンジがお品の量。いただきます。いただきます。いいね。人数が多いと賑やかでいいわね。あ、それこっちに取って。お、すげえ実写みたい。お、出た。ごちそうさまでした。僕の恒例の皿まで全部食べるやつね。ごちそうさまでした。今まで何かもらったのかな、入社くれたの。ん、お、お風呂。ああ。うふーい。はーい。あ、すげえ。ロープウェイが走ってる、後ろ。ロープウェイから見えじゃん。こんな夜に動いてるんだ。でも暗いから快速かな。夜は外に出ちゃダメよ。出たいときはママも行くから、声をかけてね。はーい。声。かけたぞ。かけたぞ。なんだろう。なんか勝手動いてるよ。野原家が居候しているヨヨコの家では、うん、夕飯が終わる時間になると風に乗って女性の声が聞こえてきます。怖くない？女性の声。あ、ダーコちゃん。隣の住人。青山ハタが青山子供たちに本を読み聞かせているのです。へえ。本当向かい側だもんね。あれ、風間くんと姉ちゃんじゃない？何いるの？さて、今日のお話はどうでした？楽しかった。姉ちゃん髪色若干違うし。お母さん、誰か来てるよ。カズマ。カズマくんじゃなくてカズマくん。来てるよ。キネちゃん。こんばんは。この子お姉ちゃんの友達の子なの。しんのすけ。しんのすけです。ふ僕です。覚えてる？さっき駅前で会ったよね。あ、いたね、化石の時。恐竜の骨、気になるよね。気になる。ふふー、ねえねえ。それ好きだね、しんちゃん。夏休みでしばらくこっちにいるんだって。うちの2階で寝泊まりするの。お願いします。うちの子たちと同じくらいだね。2人とも仲良くしてあげてね。お願いします。はい、自己紹介。こんばんは。僕はカズマ。一馬って書いてカズマなんだ。一馬って書いてカズマ。へえ。かっこいいだろ。声もカズマくんだね、やっぱ。私はキネ。
綺麗な音色という意味だって。キネ、キネって名前なんか珍しいというか、なんかやめとこう、読んでとか、ケイさんに失礼か。素敵でしょ。全国のケイさんに失礼なくなってしまう。餅つきのキネじゃないかな。一瞬思ったけど、あれ、なんだか春日部にいるみたいだぞ。確かに。その時、しんのすけは思いました、はい、風間くんとねねちゃんにそっくり。そうだよね、まさおくんとか出てくるのかな、ぼうちゃんとか。毎晩ここでこうやって本の読み聞かせをやってるから、あなたも遊びにいらっしゃい。ありがとうございます。その恐竜は女の子でした。名前はエル。この町にいる人いるのよ。これだけでしたけど、体の長さが人の10倍以上もある。とても大きな生き物です。いずれにある神秘者にするためのとってもアイさんだって。若い女性らしく、手足を大きな花びらや気の利いた美しいシダイの枝で飾っていましたが、小型恐竜ラプトルには大きすぎると嫌われ、語彙力は美しい羽毛恐竜たちには地味だと言われていたのです。日の宮川だったんだよ。へえ、東京タワーと同じだね。なんてかわいそうなエルでしょう。ある日、まだ名前のついていない哺乳類の祖先が川に落ちて溺れていたので、途中からかわかんない。エルがその長い首を伸ばして彼を川から助けると、それは別に全部行く必要ないのかな。周りに仲間の恐竜たちが集まってきて、ジャンプ。アラコちゃんにあれ来た。ねえ、アラコちゃん誰かに出たのに、誰かに出る、誰？歴史の人物、歴史の人物、卑弥呼、卑弥呼かな、卑弥呼様かな、ラッコ。それは名前だけでしょ。ラッコ様が見つけた。あなた、ヨーグネッチャー泣いてるよ。ぐすんぐすん。これがヨヨコちゃんの夜の日課。毎晩毎晩とても感動的なメロドラマを見て。メロドラマとか今言わないでしょ。彼女は泣いているのです。時代がわかんねえ。しんちゃんもしとしのおつやしんたかったら、今もしのおつやしてお、おけつでかい。彼女もでかいぞ。おけつでかい。お手伝い。泣いてるとこごめんね。タイヤ、タイヤ、タイヤ。姫ちゃんも作ったのに、その時は胃が元気なんだよね。知らないように経験を信じないかしら。よし、兵士とかになりたいな。行くか。こっちにいるのかな。お、飲んでるね。おつまみんなして飲んでるな。おじさんは昼間神秘室にいるから遊びに行っていいの。遊びに行っていいんすか。今日は疲れたの。あやしの人たちに楽しいよな。俺がちょっとだけど出張って言ってたね。面白い話を聞かせてあげるよ。いいね、晩酌。さあ、夜だけど行っていいのかな。行くか。ここが青空工房。うわ、若い道。あ、それ虫タイムしないってな。虫はここにはいないか。こっちなんか明るいぞ。ダンシング児童カフェ&バー。ジローさん、こんにちは。こんにちは。なんか怪しいお兄さんがいるぞ。怪しいな。そう思いながら、こんな田舎に、しんのすけは思い切って自己紹介してみました。クラブみたいなのか。なんだ、一郎の家の隣に居候したのだ。一郎って誰？俺はジロー。キッチンとかラーメン屋は無関係。ラーメンジローかな、これは。よろしくな、ジロー。タメ口。なんか疲れにくい気持ちだな。DJ、ユースタイルライブかな。あ、ガンダムドブだ。あや、これって何でしょう。竹？なんかソースで来てたけど、あ、行けないんだ。何か、あ、汽車が走ってる。ちょっと行ってみるか。あ、汽車が、あ、待って、南宮だ、これ東京タワーと何かある。これ取れる？イエーイイエーイ。ここみやったぜ。あ、牛がいる。かわいい牛さん。
よし。アゲハチ、アゲハチが多いな。ここにいるぞ。お、これ初めてか。何やってんの、しんちゃん。頭にいかないのして。登れるのこれ。登れる。早っ。しかも危なくないこれ子供、しんちゃんくらいの子供だったら落ちちゃうよ、ここ。なんかあんの？何もないのかい。これ、カズマくんが言ってた東京タワーくらいの大きさのがあるって。これかな？こっち行ってみるか。おーし。かわいいな。これ乳牛じゃないよね、でも。お、霧島ストア。スーパーがあるのか。赤いポストは丸いポストは。珍しいよね、今時。真っ赤なポスト、赤牛の洗面看板が置いてある。赤牛。この辺のブランド牛かな？こんにちは。こんにちは。あー、今日月末で超忙しいの。山田モット。だから用事はしたいしちょうだい。ごめんなさい。山田モット。山田モット。すごいな、水菜。ハーフかな？忍び。忍法カレー。怪しいな。忍者ってもっと隠れるようなもんじゃないの？こんな堂々と、なんかカレー屋さん開いていいの？食堂あるし。ようこそ銀河。こんにちは。やばい、今月売り上げが少なくて大変でござる。こいつは観光名所なのかな。あの段ボール何？足裏ない。こっちは工事中につき通行止め。工事中。ここから先には行けないよ。ああ、そう、残念。遺跡発掘中につき子供はここを通れません。こっちへ行くかな。行けるのかな、しんちゃん。あ、まだあんま行けないのか。行けるとこは限られてんな。おおーい、そろそろ帰る時間だよ。まだ治ってないけど互いに。待って、ラジオ体操行けなくなるとかないよね、これ。遅くまで遊んだから。僕の夏休みだと早寝しないとラジオ体操起きれないんですよ。大丈夫かな。しまったな。もっと時間確認すればよかったな。普通に楽しくて進めちゃった。夜の縁側で本を読み、子供たちが聞いていた。風のように静かな声が聞こえてきたよ、夜の縁側。あ、こっち遠隔にするか。中にはあれもけ。カツカイボーイターに不足寝ている子供がいる。アッツはこれは吸収されて人を作ったし、ミロドラマ見てないって喜ぶじゃん、不思議だな。ミロドラマを見てないって喜ぶおばちゃんすぎるな。どんなドラマか知りたいな。どうするか。何やから。ここも手に入れた。恐竜税から知られる仲間だよ。こうしよう。もう一社長。なので、クリス社長。幼虫は、キャベツぐらい喜ぶ。ちょっと、はいはい。どれ？ちょっと。出てみんだ。あ、もう知った。あ、おやすみ。日記見たかったんで。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。これで1日目終了か。しんちゃん、しんちゃん、相変わらずの寝巻きなんだね、パジャマなんだね。もう寝てるけど、枕ないけど。枕ないのによく寝んな。おやすみなさい。おキラキラ星じゃないかい。久しぶりに聞いたな、キラキラ星。記録。じゃあ今回この辺で一旦終わりましょうか。気がいいしね。7日間ってすぐ終わっちゃうよね。どうなんだろう。でも終わらない7日間の 旅だから終わらないのかな。ちょっと分かんないんで、それはそれも楽しみですね、これからどうなるのか。じゃあまた次回もよろしくお願いします。楽しくちいですね、やっぱ楽しい。福野しんちゃんも福野さん楽しい。ということでお疲れ様でした。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。またねー。